わあ、見て、この埋蔵された宝を。この二人、お互いきちんと自己紹介したことない気がするな。ここをその場にしよう。少し二人の時間をあげよう。こんなに近づいたことないかも。残ったシャンプーを使って、ああ、目に入っちゃったみたい。ここでこの特別なベビーシャワーキャップが役立つはず。耳を保護するための耳栓もつけて。ジェイ、このプールには本物の人魚がいるよ。ママがいいことを思いついたみたい。針と糸、いくつか鱗を使って、ホッチキスも使えば準備完了。Jを魚の中に入れてあげよう。Jだけじゃなく誰かさんも泳ぎに行きたいみたい。このブレスレットがあなたを守ってくれるはず。しっかり管理してくれるよ。といっても逆に管理される可能性もあるからね。ママをビーチに連れて行こう。もしふわふわが好きなら、この新しいおもちゃが気に入るはず。何もなさそうに見えるけど、ちょっとした顔出しの時間。それが終わったら取ったふわふわをまとめて容器に入れたら、新しいおもちゃが手に入った。最後のソーセージは誰のもの？上がるものは必ず下がる。そして勝者が決定。それなら櫛をつけて結束バンドをつける。電動扇風機に装着したら、楽しくシェアできるようになるよ。何かが彼女を怖がらせてる。なんだろう。あ、そうか、お風呂の時間だ。もしかしたらお風呂のおもちゃで楽しく入れるようになるかも。見て、ベビーシャークから泡が。このカモは全体に水をまくときに使えるよ。もしくはシャワーヘッドをつけてもいいね。さらなるサプライズ、バスボムはどうだろう。そしてかわいいベビーベルーガ。これなら入れそうだね。むしろもう出たくないって言い始めちゃうかも。昔からの宿敵、高い棚。ブーストが必要だ。あ、危ない。スーパーママが一日を救う。でもまだ戦いは終わらないよ。ホッチキス、テディベア、頭には旅行用の枕をつけたらプレゼントしてあげよう。これでいつ転んでも安心。おお、腕のいい庭師になりそうだ。この魔法の木が助けてくれるかも。立てて枝を広げてね。
植物も水が必要だってことを忘れないで。そしてすぐに咲き誇るよ。綺麗でしょ。シャボン玉の時間だ。人によっては手が好きだけど全員が上手なわけじゃない。そんな時必要なのはこれ、シャボン玉パペット。握手の時間だ。これでさあ部屋を埋め尽くしちゃおう。なあ、それは食べるべきじゃないね。トリミングの時間だ。いびき防止パッチで髪の誤飲も防げるよ。さらなる安心のために掃除機でお酒紙作りもお忘れなく。砂遊びは楽しい。でもそれ砂じゃないかも。大丈夫、手を洗えば解決さ。素早くすすいで、あとはその砂場には近づかない方が良さそうだ。あれ、気づかなかったの？でもこのロボットでお絵かきをかばってくれるよ。しかも何を描いてほしいか選ぶこともできる。可愛らしい蝶とかね。そしてそれが終わったら色付けをお手伝いできるよ。型破りな想像力を使ってそれを線の中に収めるんだ。ドリーはまだデートの準備ができてないみたい。プールヌードルが必要なんだな。それからポップチューブも。新しい顔をつけたら、あー疲れてるみたい。でも座る場所がないよ。心配しないで、ママにいいアイデアがあるみたい。ビーズクッションチェアに腕と足の穴を開けたら、いつでも使う準備は完了。背中にいつもあるからね。もうママのところに戻る時間だよ。ねえ、そのトイレットペーパー僕らにも残しといてね。君専用の便器があるよ。バスケの練習にはもってこい。アイスクリーム、大丈夫、シェアできるよ。下を取ったらミニコーンの出来上がり。気に入らない？ミントチップの方が好き？ママは君が何を欲しいかちゃんと分かってるよ。スイカのアイスキャンディ、しかも新鮮なやつ。それをチョコでコーティング。トッピングも忘れないでください。あと包装も。見た目はいいかもしれないけど味は試してから判断してね。ハンバーガーだ。あー待って、それなんか違う。でもこれは気に入るかも。グミ部屋を用意して、フライパンでそれを溶かすよ。小麦粉を加えて、あとは食紅も。生地をこねる時間だ。
ここでは食べ物で遊んでもいいのさ。朝食の時間、シリアルと牛乳はいかが？溢れてしまった牛乳は仕方ない。食紅を加えて、次に綿棒を石鹸に浸したら、どうなるか見てみよう。牛乳に色付けだ。やっぱりママはどうしたらいいのか一番よく知ってるね。ちょっと口紅塗りすぎじゃない？やっぱり化粧品は金庫に入れとかなきゃダメかも。あー、やばい、指をどかして。このままじゃ指が挟まっちゃう。うーって人参が。あ、でも今後のためにママが準備をしてくれてそう。この猫のアイテムを使えばドアが閉じないから安全。綺麗なマニキュアだね。この子ら水飴なの？強力な歯磨き粉を使わなきゃ。歯が汚いとみっともないわよ。ちゃんと磨いて。可愛かったら使いたくなるよね。マウスウォッシュでも同じことができればいいんだけど。すっごっ、自動的に磨いてくれるんだ。それとも首を振ってるだけ？歯磨きしたのにまた食べてるの？懲りないね。コップに入れないの？って、ああやっちゃった。哺乳瓶スプーン？スプーンが合体しちゃったんだ。固定できるからうまく注げそう。スプーン一杯ずつだったらうまく飲めるね。ねえ、その手洗えば？石鹸があんなところまで飛んでいっちゃった。なあ、便器の中に手は入れたくないよね。今回も可愛いキャラが助けてくれそう。この可愛さは罪だよね。ちょっと出して手を洗ってみよう。次は遊ぼうか。恐竜同士で戦わせる。何これ、ディタングラーどこ？こっちのアイテムの方がいいかも。自動で三つ編みにできるから。髪を少しずつ引っ掛けてっと。あー、気づかれなくてよかった。道具が使えなければライフハック。よし、完成。可愛く結べたよ。なあ、もう少しシナモンを入れないと。あ、もう一人のシェフが塩を入れまくってる。ケチャップを入れたら美味しくなるかも。この子には特別アイテムを使わせてあげよう。中に粘土を入れたらどうなるか見てみよう。いろんな形や色のものを作れるみたいだね。食べないから大丈夫。ママがお菓子を隠してる場所知ってるから。かわいそう、風邪ひいちゃったみたい。咳止めシロップ飲ませよう。あ、でもまずいんだよな。ミニウォーターディスペンサー、水分補給は大切だもんね。そうか、咳止めシロップを入れるんだ。まあバレなければ平気かもね。
でもおかわりはダメだよ。もしかして私にも映っちゃった。やっぱりお菓子の隠し場所知ってた。先取りされてママが怒ってるね。お菓子と同じくらい野菜好きか。野菜の方が好きだったらいいんだけど。うまくカモフラージュすれば野菜にお菓子を隠せるね。ちょっと遅すぎたみたい。野菜のお菓子詰めなんて料理あるのかな。一丁上がり。あとは下の部分を隠すだけ。お菓子がなかったらこれ食べるしかないね。わあ、可愛らしいサボテンの家族。でも見かけに騙されると大変なことに。大丈夫、このポンプを使えば簡単に抜けるから。キュウリは食べ終わったみたいだね。あー、危ない。あー、お菓子は無事だった？食べられるよね。こぼれないお皿？この子にぴったり。なあ、そこがザルになってる。お菓子ばっかり食べてないで、しっかりご飯を食べよう。って、まだ朝食？長い朝だな。なあ、おばあちゃんが助けてくれるかも。穴に毛糸を通していこう。首にかけておけばいつでも食べられるね。早速食べてるけどね。もう姿勢が悪いな。姿勢が良くてもハイスコアにはつながらない。ママはいろんなアイテムを持ってるね。取り付けたら顎を乗せてみて。これでママもリラックスして一緒にチートできる。僕もみんなと同じでお菓子が大好きだからこの状況は経験済み。また全部散らかしちゃった。さっきもしてたよね。でもママが必要なものを用意してくれてるみたい。まずはお絵かきタイム。なあ、顔だ、驚いてる。そうか、これで楽しみながら片付けられるね。丸いお菓子が一番面白い。片付けが楽しすぎて食べるのを忘れるかも。見つかっちゃったね。探したらもっと出てくるよ。子育てに役立てばいいですね。じゃあまた今度。